レフリー内田亮介。なお赤コーナー平谷選手、はい、海外のですね、ワンチャンピオンシップでも戦っていた、はい、そしてタイトルマッチにも挑んだ経験のある松島小弓がですね、はい、ついに日本に5年ぶりに帰ってきて試合することになりましたけれども、はい、どんなところを注目していらっしゃいますか。いや、そうですね、まあ、ここは松島選手の、まあ、試合っていうのが、まあ、すごく注目されてるんですけど、はい、まあ、それを龍二選手が、うん、まあ、バンクルアーサーを起こすのか、それが楽しみですね。そうですね、はい、ラウンド、さあ始まりました。赤いリストカラーがディープ参戦の松島小弓、青いリストカラーが龍二、なんと試合3日前のオファーを受けて今回参戦が決まりました。左のジャブからおっとローキックを放っていきました。カウンターの松島、サウスポースタイルからミドルキック、それをキャッチして軸足を蹴っていって、また右のストレートも出していきました。龍二です、よくスイッチしていきます。おっとバランスを崩した。松島ではありますが組んだ状態になります。一旦離れました。松島だけで行こうとしてますね。あ、そうですか。なんかスリップした時に全く寝技行こうとしなかったね、相手がスリップした時に。なるほどなるほど。バックスピンキックだ。おお、ナイス。リロック、さらにはマウントポーションを一気に取りました松島。そして今相手は松島に組んだ状態ではありますが、しかし松島も内側から組んでいきます。平谷選手、この体勢というのはどうですか。あ、この体勢、まあ、でも壁際なんで、ハーフでもいいかなと思うんですけど、ね、ハーフガード。さあここはでも下の対応としてはちょっと、うん、あ、でもいいブリッジ、ブリッジを見せましたが、いいバランスいい、上半身を上げて右のパウンド。さあそして今、あ、落とした、あ、いいバックを取っていくでしょうか。上を取った状態でありますが、またいいパンチを放っていきました。一旦分かります。またスタンドの攻防になりました。サウスポースタイルから左のミドルキックを放っていった松島でありますが、右のミドルキック、ちょっとバランスを崩すシーンが先ほどから見えます。右のカーフキックを出していきました。左フック、松島。さあ組相撲の展開から今度はジョビンさん、はい、まあ、この組んだ状態、スタンドの状態ではありますけれどね、はい、ここからの膝蹴りを放っていく龍二、はい、あの松島としてはやはりあのスタンドの状態で戦おうとしてるんでしょうか。どうでしょう。のように見えますけど、おー、リエックだ、完璧だ、沈めた。おっと、ここは今防戦一方になっているサッカーボールキックを上がっていきました。ここで止められました。いいっすね、強い。 KO 勝利を収めました。ディープ初参戦松島小弓、1ラウンド1分54秒。改めて平谷選手、はい、いかがでしたでしょうか。いや、今のもうあれですね、まあ、聞いてて、まあ、それ分かってたんで、まあ、行かなかったんですけど、まあ、レフリーが止めなかったんで、そうですね、まあ、今ね、はい、確かにもうちょっと伏せた状態になってしまいましたからね、龍二がね、追撃しなかったのかっこよかったですけどね。そうですね、まあ、でもやらざるを得なくなったというか、まあ、そうですね、まあ、龍二からするとですね、ジョビンさん、はい、まあ、今回話が来たとき即答でやらせてくださいと言ったそうで、はいはい、松島がですね、はい、龍二の中では本当に憧れている選手 で、でジムの松和会長にも松島選手みたいな選手になりたいと言ったことがあるくらい、そうなんですね、そういった選手なんです。ただ大谷翔平選手の言葉を借りて、はい、憧れはやめますって言ってね憧れを、まあ、そうですね、憧れながら戦ってたのと勝てないですよ、そんな憧れを超えるためにはやっぱり憧れをやめますというふうにですね、結構長文の SNS の文章があったんですけどね、はい、まあ、しかし松島小弓、平井選手、はい、強さを発揮しましたね、やっぱりね。そうですね、ちょっと誰が戦えるのかなと思いますよね。改めてご覧いただきましょう。このバックスピンキック、相手後ろに下がらせました。そして右のフック、まあ、その後マウントポジションになったんですけれども、ここですね、その後この頭を沈めながらの右フック、これ効いてましたね。見えづらそう、これは、でこの後もうさすがに防戦一方の龍二に対してサッカーボールキックを放って終わりました。レフリーがまとめたということになりましたね。1ラウンド1分54秒テクニカルノックアウト勝利を収めた松島小弓です。本当に今平谷選手が言うように誰が相手になるのかというところですね、これからね。まあ本当フェザー級戦線で言いますと、まあ、先ほど試合をした、カイトもいますしね、今、まあ、ロードトゥ UFC というのもありますけれども、神田光也というね、はい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 、暫定チャンピオンもいますし、ね、あ、それ見たいな、その組み合わせもかなり見てみたいところでありますよね、はい、リープファンの皆さん、はじめまして、松島小弓です。
すごい、キンキンで相手が変わってしまってちょっと、まあ、なんとも言えない気持ちだったんですけど、龍二選手が受けてくれたおかげで、試合が成立できて本当良かったと思います。ありがとうございました。ちょっと雑なとこも多かったんでまた一から作り直して頑張りますんで応援よろしくお願いします。今日は応援ありがとうございました。見事一本勝利を収めました松島。日本に帰ってきた松島小代に現在は北岡悟率いるパンクラス泉横浜で練習を積んでいます。今日はセコンドに北岡悟の姿もありました。まあ、今回は元 UFC ファイターのガブリエル・シューバと相まみえる予定でしたが、シューバが飛行機に乗り遅れてさらに体重が落ちないため試合がキャンセルになりました。そこで名乗り上げたリュウジと対戦し見事テクニカルノックアウト勝利を収めています。